会場取りお千代でございます。よろしくお願いします。輝きを宿させてさ、この色にしか私は美しくならないわ。
揺れるあなたの手首につかまって、ずっと冷たい私の体を鼓動に身を任せた。この身に広がる体温を伝わせてさ、美しい日の光が私の紫色を消してゆく。夜になれば一番美しい輝きが、夜の光ほど私を美しくするものはないわ。あなたを知っているのかしら。雨地図と I'm sorry I will twinkle in the moonlight when you're 美しい雨地図と Thinking your staring eyes more from the dustツイッターの方でね、頑張ってとかっていうあのリプライたくさんいただきまして本当に嬉しかったです。ありがとうございます、ということでね、みんなお家で見るんだよ。他の人に集まったりとかしてないかい。お家は心配だよとか思ってるんですけど、お家でね、ぬくぬくしながら、もうこたつは閉まっちゃったかもしれないけど、こたつに入ってみかんでも食べながら楽しんでいただきたいなと思います。まあね、こんな感じで、まあ、残念ながらオチをですね、29日にフルアルバムのレコ発来るよ、やる予定だったんですけれども、残念ながらなくなってしまいまして、延期という形になってしまいましたけれども、実はね、今日一番最初にやった曲がワインディングっていういつものね、インスト曲、そして、次に歌わせていただいたのがアメジストですね。次の曲も、今日はフルアルバムのセットリストじゃないや、フルアルバムに入ってる曲を、やろうかなと思って、セットリスト組みました。一番最後の曲はね、つい最近できた一番新しい新曲やろうと思うので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ということで、次の曲、きっとみんな聴きたかったんだろうなって
思ってるあの曲とあの曲を2曲続けて歌おうかなと思います。アイアイガサとイノセント聴いてください。
最後の曲は一番新しいオチアの曲ソウルという曲を歌って終わろうかなと思います。お家で一緒にコール&レスポンスの部分一緒に歌ってほしいと思います。ぜひぜひ最後のこの曲でガッチャの会場この配信ホーム 6.9 終わらせていただきたいと思います。本当に最後まで聴いてくれてありがとうございました。
言ってんだ私。